皆さんこんにちは本日は国家資格キャリアコンサルティング技能士2級合格の取説の書籍の使い方の講座を始めさせていただきます私はレック専任講師の小澤光一と申しますどうぞよろしくお願いいたしますでは早速ではございますが本書合格の取説の概要からご説明してまいりたいと思います 初めに国家試験のの問問題題と過去問題この大切ささをです、ね、ご説明させていただきます国家試験というものは一般に実務に従事するにあたり最低限の知識を習得しているかとまた重要事項をきちんと理解しているかということから大切な要素については何回でも何度でも問われる傾向がございます。 しがかしこの合格の取説書籍は国家資格キャリアコンサルタントとキャリアコンサルティング技能士2級の今ご覧いただいております国家資格の方は第1回から全て2級技能士の方は2015年以降の全ての問題をデータを分析することで制作をいたしております。 この合格の取説の構成でございますがステップでで傾向をを分分析析ししまますすこれはデータで分析をいたしておりますえ次にステップ2では攻略のポイントここではその領域試験に出題されるであろう領域の全体像を把握して何を押さえておくべきものなのかまた学習のノウハウをご説明しております。 ステップ3については「速集テキスト」と申しまして特に過去問題のデータからよく出る品質事項を中心に覚えるべき論点何が出されるかという論点ですねこれをまとめたテキストですそしてステップ4の練習問題でございますがこれは練習問題約100問による練習を行うようにできておりますそしてこの合格の取説に関しましては 試験出題の範囲をを領域をです、ね、法律あるいは制度からの出題それから統計データからの出題そしてキャリアであるとか、まあ、あ心理的な心理学的な理論からの出題それとその他というものを4つの領域に分けましてさらに先ほどご説明いたしましたステップ1からステップ4までを掛け合わせた。 そういいったた構成で書籍を制作いたしておりますまず皆様におかれてはお手元にですね学科の過去問題もダウンロードしておいていただきましてそれを時に参照しながら見ていただけますとよろしいのではないかと思います。えー、特に学科の過去問題でございますが過去3回分が その時のホームページに試験実施団体のホームページに載っておりますのでちょっと先に試験を受けてみようかっていう方もですね今もうすぐに過去問題はダウンロードしてお手元に備えておくとよろしいかと思います、えー、国家資格キャリアコンサルタントを受ける方は将来2級にまあ,あチャレンジしようという時にはですね2級の問題も合わせてダウンロードしておくと よろしいかと思います、えー、ではこの後は書籍の実際の画面をですね画面というかあの紙面を用いましてご説明をさせていただきますはい、えー、まずこちらですねご覧くださいい最初に国家資格キャリアコンサルタント二級技能士試験本試験の分析というところが 出てまいいいいりまままししたたた詳しくは書籍の方をお手元でご覧いただきたいと思いますが、ま、ず重要なポイントでございますけれどもこの試験なんですけれどもキャリアコンサルタントの試験ですが例えば国家資格では2つの試験実施機関で実施されておりますが学科試験の問題は共通です。そして 合格基準は100点満点で70点以上と7割で合格することができますしたがいましてまずお考えいただくのは満点を狙う必要はないということですね、えー、ただ合格基準ギリギリの7割ではちょっとお心もとなくなる時がございますので余裕を持って8割というところがポイントになります そうすると8割を目標とするとしますとどこに重点を置くかというとこれは言い換えるとちょっと言い方があんまりよろしくないですが捨てる2割はどこなのかとというこころを探すす。わけですこれを知るヒントというのは過去問にあると考えております。中には、中にはですね、この試験 初めて見るようなかなり難易度の高いものが出る時がございますのでそういったものは深追いをしないでよく出るポイントこれは国家資格として重要であろうからよく出るわけでありますのでそれを何かを見分けるということがポイントになると思いいいいまますすでではもうちょっとと書籍を見ていきたいと思います次に国家試験の特徴でございます。 これはその今次のページ過去問が重要な理由というところを見ておりますけども国家資格試験の特徴ですが答えが一つに必ず定まるというところを意識して作られているのはほぼ全ての国家資格に言えることだとだ思います。これ実務ではですね条件によって解釈とか対応が異なることもしばしばあるんですけども試験では答えを一つに定めませんと まあ国家資格としての公平性が担保できない、えー、複数の答えが存在してしまうようなものをです、ね、仮に作ってしまいますとどうしても全員正解というふうにせざるるを得なくなるようななくよ問題となりますこれ資格試験では「没問」と呼びましてこれ作問者出題者としてはまあ何としても避けたいところですので、まあ、答えが必ず一つに定まるように問題文の作り方がまあ工夫されてきていると。 いいいううとととこここころががございますここにアプローチのヒントがあるということですねえね、ー、問題が、まあ、ある何と言いましょうか癖を持ってくるとでも言ってもいいと思いますが、えー、過去問題を解いていき学習が進むにつれてあこれはこの問題、えー、まあ,あこんなところから出されてきたなそうきたかっていうそういう感覚になるわけですね。で、えー、そのためには何をするか。 過去問を繰り返し解くことですそしてもう一つ重要なことなんですが初めの1問でくじけないということもありますえ本試験において概ね問1と問2はですねこれ国家資格もキャリアコンサルティング技能士2級もですね比較的難しい問題が出されることがございますえ難しい問題が出されますとそこでもう最初くじけちゃうわけですね ですからまああの難しい問題出てきたらよしよしあとで見てあげるからねぐらいの気持ちでよろしいのではないかと思います。では実際にキャリアコンサルティングの2級と国家資格のキャリアコンサルタントのこの合格の取説の書籍のですね 練習問題を使ってどんなふうに考えて論点を見てアプローチしていくかということをいくつかかいつまんでご説明させていただきたいと思います。まず問いの48をお手元ございましたら開けていただけますでしょうか問いの48になります心理療法療法法行動ののの記述の中でで適切なものはどれかです。 えー、一つ見てみますロジャーズの来談者中心療法はクライエントの行動を観察し学習によって形成された不適用行動を改善しようとする、えー、これ実際の試験問題ではずっと全部見てからですね答えを、あのーまあ後で見,見るわけですけども今は解説の都合上1つずつ回答をここでは見たいと思います。えー、これはですね 適切な記述内容となっています学習によって形成された不適応行動の改善というのは行動療法のものになります。え、ロジャーズこれ、来談者中心療法積極的傾聴。これはもう非常にもう有名というか、もうベースとなるものでして、カウンセリングのまあいろんな考え方がございますけれども、慶長に関してはほぼ全ての学派でですね。 もうベースとなってこれを否定しているところはないと思います。従いまして、えー、前半はこの問題文ですね。前半はいいんですけども、まあ学習によって,て形成された不適応行動を改善しようとするところはまあ,あこれはあの代断者中心療法ではないというふうに理解ができます。次にエリスが提唱したゲシュタルト療法は今ここでの気づきを大切にしている。 ゲシュタルト今こここれもよく過去に出てまいりますこれ見てみたいと思いますこれ不適切ですこちらはですねパールズによってゲシュタルト療法が提唱されておりますパールズに関してはですねパールズ今ここといえばゲシュタルト療法というぐらいこれはですね非常に有名なあ有名というかよく品質される論点になります この問題でございますけれども次のページにちょっと移りたいと思いますがの、えー、即習テキストの中にですね即習テキストの141ページですけれども研究者と理論の組み合わせ表というものがございます。これ どんなものか過去問ではですね研究者の名前と理論及びそのキーワードを対比させてどれが正しいかという論点が出題されますこれは国家資格キャリアコンサルタントの方で出題されている毎回大体1問ぐらいは出るものです、えー、この試験マークシート試験ですので例えばフロイトイコール論理療法まあこれ誤りで論理療法はエリスですけれどもこれを組み合わせを覚えておくことで 明らかに誤っているという足を見つけることができさえすればですね消去法で正解へ近づくことができますその組み合わせ過去によく出題されているパーツをこちらの組み合わせ表に整理をいたしておりますゲシュタルト療法はフレデリック・パールズそして今ここでの気づきです他にエンプティチェアというのも ゲシュタルルパーーーズのの組み合わせのキーワードで挙げられます、えー、エンプティーチェアーというものがどんなものかというのはちょっとここでは割愛させていただきますが相談者を、まあ、相談者の前に空のですね誰も座ってない椅子を置いて、まあ、そこにあたかも自分が気になっている人がいてですね あのまあどんなふうに感じるかとか、そういったことをですね。見ていくものがエンプティーチェアです。詳しくはあのここでは割愛をさせていただきます。今ご覧いただきましたように、組み合わせ表ですね。こちらを見ていただくと、よろしいかと思います。では次ですね。次に行動療法では学習理論に基づいて。個人の抱える問題は不適切な行動の学習や。 適切なな行動を学習していないこと、また個人を取り巻く範囲のあ失礼しました周囲の環境からの刺激などによって起こると考えるとえこちらについては適切なな記述ですす。とっておりますえ行動療法についてはです、ね、過去にです、ね、ちょっと引っかけが出たことがあるのでそういったものも合格の取説には出しております。 行動療法は問題を起こしている本人にアプローチをするのが特徴なんですが過去問では個人よよりも周囲とのの関係の改善によって行動を変容させるまあ変容という意味合いはいいんですけどもまあ,あ誤りの問題でですね、えー、個人ではなく周囲との関係の改善というのが出されてしまったということがございますのでそういったものを押さえておくというのが論点を押さ、まあ、えるということなんですね。 えーまあ、次の精神分析の交互版ともいわれる交流分析、えー、自己分析の方法として4つの方法を使用するがその中に脚本分析は含まれていないと、えー、こちらは「不適切な記述内容です、えー、交流分析」これはアメリカの精神科医バーンですね、えー、バーンによってこれは提唱されておりますけども。 この中で過去に出た問題でですねエゴグラム自我状態ストローク人生脚本などのキーワードが出ているとこういったのも過去問の傾向を合格の取説には整理しておりますのでご参照いいただければと思います。今のようにですねどんなところが狙われるかというのを論点というふうに扱っております。 ではは続いて今度は心理検査アセスメントツールに関する次の記述のうち不適切なものはどれか足の1テストを行う目的と内容手順をよくクライエントに説明した上で了解を得る必要があるある程度信頼関係を築いた後に実施することが望ましいと。 こちらは適切な記述になります。相談者との関係ですね、信頼関係を築くこと、まあ、ラポール形成した上で相談者の状態を理解してテストを受けていただくことができる状態になっているかどうかということを判断した上で実施することです。テストを実施する際の環境の整備などですね、あの環境の整備というのはまあ静かな場所なのかとか、まあいろいろそういった環境にも配慮して。 相談者が集中してテストを受けられるようにすることはアセスメントツールを行う際の基本ですまた当然ながらご自身がキャリアコンサルタントが理解をしていないようなアセスメントツールをいたずらに使うということは避けなくてはならないといった論点もございます足の2何種類かのアセスメントを組み合わせることによってより多面的にクライエントを理解することが可能であれば 組み合わせも可能である。こちらはこちらは適切な記述内容です。ここポイントの最後だけ読ませていただきます。解説は後でご一読いただければと思いまして、複数のテストを組み合わせて実施するっていうことがあるんですね。これをテストバッテリーと言います。こういった用語もですね。 複数組み合わせるのテストバッテリーというのも押さえておいていただけますでしょうかでは続きましてこれもよく出る問題です足野さん厚生労働省編一般職業適性検査 GATB は仕事をする上で必要とされる9種類の適正能を11の私筆検査と4つの器具検査により測定すると書いてます 解説見てみます厚生労働省編一般職業適正検査 GATB の特徴を記した文として適切な記述内容ですとこちらですね実はこの GATB に関しては11の脂質検査と4つの器具検査っていうのは結構出る論点なんですね。でここでですねこの146ページにございます GATB のののテキストのこちらのですすね、えー、解説を見てみたいいと思いま GATB 職業への適性を見る職業適性検査ですとで、えー、11の脂質検査と4つの器具を用いた検査ですとかですね時間を制限して行うとかまあもろもろ過去に出た論点については赤いマーキングですね、えー、赤文字で 強調をしております例えばですね GATB に関してはですね対象年齢は原則13歳から45歳未満であり、まあ、学歴は関係ないとされてます。これどうしてかと言いいますとあの、まあ、この年齢でこのテストが開発されてきているということもありますしスピードを要する検査のため45歳以上は適用外とされていると,といったものです。 こういったあの心理検査アセスメントツールに関しては、それを開発、作るときにです、ね、どんな人を対象にして分析をして、統計的なデータを処理して開発してきたかということがございますので、まあ、年齢条件というのが決められているものがあるわけですね。そして GATB、どんなものかというのはテキストの方に載せております。11種類の歯筆検査。 同じ図形を探すすとかですね日本海溝と日本海側これ違いを探すとか計算問題ですねそれから応用問題 A さん時速50キロで走り出し B さんは時速60キロで10分後に出発しましたえ何分後に追いつきますかといったような応用問題が出ますこれが11種類の資質検査用紙に記入する資質検査というのもまあキーワードですね。 それからもう一つ四種類の器具検査です。これは手と腕を用いて作業するんですが、ボードに刺してあるピンを時間内にどれぐらい移動させたかというようなあのことを問います。そして認知機能、知覚機能、運動機能を見ていくというのがまあこの GATB になります。二級技能士の 過去問題ではですね、えー、まあペグボード、FD ボードっていうですね、えー、まあこの論点が出されたことがあります。FD ボードというのは棒に座金、ワッシャーが挿入されてました。これ組み合わせて移動するそんなものです、えー。このようにですね、今ご覧いただきました問題では十一種の試ひ検査と四つの器具を用いた検査と申し上げました。 十一と四という数字がまあ,あよく出てきたりするわけですね。まあこの試験例えばですね、仮にここに刺してあるあのボードに刺してあるピンの数が何本あるかとそういうのはまあ出てないわけですね、えー。そういったものを論点と呼びます。出題の論点ですね。では、えー、足の四つ目です。四つ目の足は K.N 式クレーペリン検査です。 KN 式クレペリン作業性格検査は個人の性格属性を測定するために行動意欲などの観点からの質問に答える検査であり企業の採用選考に用いられることも多いとなっておりますこちらは不適切な記述内容です KN 式クレペリン性格作業性格検査質問に答える検査質問手法というものではございません 横に並んだ数字をひたすら加算していきますというものです企業の採用選考で用いられることも多くこれが性格特性を見るという点は正しい記述です実際にですねあの KN 式クレペリン作業性格検査用紙こちらをご覧いただきたいと思います 今、私持っておりますのが実物です、このように横に非常に長い用紙になっております、そしてまたこれと合わせてです、ね、検査をするための方の向けにいろんなこう手引き書ですね、手引き書が出ております。 でこの手引書にはですね、あのちょっとこれはあのここで写すことは控えさせていただきまして、どんなものかというのをクレペリン検査見てみたいと思います。こちらはクレペリン検査ですね。解説を速習テキストに載せております。百四十八ページです。 今先ほどご覧いただきました用紙には数字がずらーっと並んでます。で、例えば三と五を足すと八、五と二を足すと七、二と七を足すと九、七と五を足すと十二の一のフライの二を書くというのをひたすらやっていくんですね。で、これひたすらやっていきますとどうなるかと申しますと、ひたすらやっていきますとこう横に長い 検査用紙にですね、最初はここまでいった次はここまで来ただんだん慣れてきたぞでも途中でちょっと慣れてきちゃったぞ最後にこうちょっとまた力を得たとかこう曲線ができるんですねこの用紙にですねこれを見て、まあ、判定をしていくという検査になります。これ正確検査なんですけども連続加算という作業をしてもらうというものです。

ている時は数をこなせても疲れてくると数をこなせないというようなことと関係が出てきますこの曲線を見ることでですね作業の始まりから終わりのどこのタイミングで努力をするタイプなのかとかあるいはモチベーションが続くのかとかそういったことを見ていくというものですこれ採用試験などでも用いられておりますここで今もう覚えてしまっていただきたいんですが KN 式クレペリン検査と内田クレペリン検査というのが知られておりますが本試験ではまあ概ねクレペリン検査と出題されていることが多いですでこの KN の N はですねニューメリカル数字を表してますんで数字加算であると質問に答えていくとかそういう問題ではないというところも押さえていただきたいと思います。では続きまして 問いの69をご覧ください問いの69はキャリアコンサルタントの環境への働きかけです次の記述のうちキャリアコンサルタントの活動として不適切なものの組み合わせはどれかです A キャリアコンサルタントはキャリアコンサルティングを行う上で知っておかなければならないメンタルヘルスに関する知識を 有していたとしてもクライエントに対して病状の診断を行ってはならないはい診断を行ってはならないかどうかこれ適切です診断と治療という言葉はこれ、えー、診断と治療という行為ですねこれをキャリアコンサルタントが行ってはなりません、えー、これらの行為は医師に認められるものですこれの、まあのは割とですねこういったあ心理系のいろんな試験ではですね よくこれも出題されたりする論点なんですけど診断治療これキャリアコンサルタントもそうですし公認心理師臨床心理師産業カウンセラーいずれも行ってはならないえ医師に認められるものですでは B を見てみたいいと思います。企業内の相談案件については他の専門家と共同して支援する必要がある場合でも 支援のための資源は社内に留め、社外に留めるべきではない。これも答えを見てみますが、えー、まあ,あ回数重ねて過去問を見てきますと、今社内に留め、社外に留めるべきではないっていところで、おやおやって感じるはずなんですね。えー、キャリアあこれ不適切です。キャリアコンサルタントの活動において、その資源は社内だけに留めなければならないということはありません。 社外の関係者とのコミュニケーションとか協力体制を作っておくことは大切なことですとこれはですねキャリアコンンサルタント倫理考といいうものがございますこれネットで検索すればすぐ出てきますのでこちら数枚ほどしかございませんのでこれはお手元にですね必ずプリントアウトをしておいていただいて倫理考量も参照しながらどうしてこの問題が正しいのか誤りなのか。 適切なのか不適切なのかというその足の判断は倫理考慮は必ず手元において横で参照していただきたいと思います次の C です企業の経営方針や従業員教育の方針の中にキャリア開発に対する明確な方針が盛り込まれるように経営者や人事部に対して働きかけていくことは重要な活動であるとこちらは 適切な記述内容です解説今一字一句読み上げるのは、えー、割愛させていただきますがこの足ですねもう一回見てみますとすんなり違和感なく読めます,ですよね、えー。企業の経営方針や従業員教育の方針の中にキャリア開発に対する明確な方針が盛り込まれるように経営者や人事部に対して働きかけていくことこれは重要な 活動であるとまあ、すんなり読めますしこちらですねあの倫理考慮なども参照しながら見ていただくとあなるほどなとなると思います最後の足の D ですキャリア開発や教育の必要性について企業の管理監督者が認識を持つことが部下である労働者のキャリア形成を左右するため重要である しかし管理監督者層がキャリアコンサルタントに関わる必要はないかどうかこれおやおやって感じを持たれるのではないかと思いますこういったあの違和感というのが非常にあの重要だったりします不適切な内容ですキャリア開発の必要性に対する企業の管理監督者の認識の度合いは部下である労働者のキャリア形成に大きな影響を及ぼします そのためキャリアコンサルタントは企業の管理監督者層に対する教育を行うことも。重要な活動ですとございます。はい、では、えー、続いてもうちょっと見ていきたいと思います。次はですね、えー。障害者雇用の論点です。これはあの法律の論点ですね。問いの十一です。障害者雇用促進法及び障害者雇用について。 以下の記述のうち適切なものはどれかです、えー、足の1令和4年4月現在の障害者の法定雇用率は民間企業においては2.2%である、えー、こちらですねこれちょっと後,後であのまとめてこれは不適切なんですが最後にかあの解説させていただきます、えー、足の2障害者雇用義務の対象は 身体障害者と知的障害者であり、精神障害者は対象とされていません。あされていない、えー、適切か不適切かというと、これは不適切です平成30年4月1日からですね。障害者雇用義務の対象には、従来は身体障害者と知的障害者の方のまあ、あ2つの方だったんですが、それに加えて精神障害者の方も加わっております。 これ3つのま方が加わっておりますというところはこれ重要なポイントですのでこういったのも論点として押さえておいていただくということになります次にですね足野さん地域障害者雇用センターは障害者の雇用に関しての雇用促進活動を無料で行っているとこちらは適切な記述内容です 地域障害者雇用センターでは事業主に対する雇用の促進支援や雇用後の職場復帰支援継続雇用の支援を無料で行っていますということですはい、えー、続きまして足の4です、えー、地域障害者雇用センターは北海道東京都愛知県大阪府福岡県にのみ設置され活動を行っている これ不適切な内容です地域障害者雇用センターは全国の47都道府県に設置されていますと、まあ、例えばあのいわゆる何て言うんですかね、えー、都市限定ではないということですこういったところがあの押さえておくポイントになります他に過去問からですね、えーまあ、見出される論点を申し上げますと例えばですね 地域障害者職業センターにおいてリワーク支援というのを利用する場合例えば精神障害者保健福祉手帳を取得している必要はないけども主治医からの診断書等で精神疾患を有していることが確認できる方を対象としていますと。 まあ、支援を受けられないかどうかそういったところの論点というものを、まあ、確認していただくためにあの赤く着色もしております、えー、そして取説合格の取説にはですね行政などのいろんなリーフレットパンフレットなどなどの URL を載せております URL と QR コードを載せておりますので、えー、余力があればですねこういったものも参照しながら 見ていただくとよろしいかと思いますあのまあ、あくまで、えー、ご参考ということでそのリンク先のものを全て読み込まなきゃいけないということではございませんでは、えー、足の位置ですね法定雇用率についてもう一回見てみたいと思います令和4年4月現在の障害者の法定雇用率は民間企業においては2.2%であるこれは不適切な内容です 令和3年3月1日に障害者の法定雇用率民間企業はそれまでの2.2%から2.3%に引き上げられましたとなお令和5年4月1日以降に行われる試験を受験する場合は法定雇用率が変更となる可能性もあるため最新の情報を厚生労働省ホームページ等で必ず確認してくださいというふうにこの書籍には書かせていただいております。えー、こちら 本試験はおおむね4月1日基準の法令に従うというふうになって例えばその4月以降の回では4月1日の法令に従っってて出題されるるとなっているんですねこれがあの、まあ、ポイントでございましてじゃあ,あの今回ですね障害者雇用に関してはどんなふうになるかというのを まあ今こちらは書籍と異なる動画使い方動画ですのでご説明を加えさせていただきます。速習 <laughs>、えー、テキストの23ページにですね、障害者雇用、障害者の雇用義務というのがございます。えー、事業主には従業員の一定割合の障害者を雇用することが義務づられ義務付けられています。 法定雇用率に達しない企業、まあ、これ人数条件があるんですけれどもこれは障害者雇用納付金というお金を納める必要がありますとで試験によく出されるとしましたら民間企業でございまして民間企業の障害者の法定雇用率は2.3%と、まあ、なっております他にも国地方公共団体都道府県教育委員会などそれぞれございます。これは 今ああですね、法定雇用率の数値は過去に何回か改正がされていますが、厚生労働省など労働労働者などのホームページ等で情報収集をしておくようにしてくださいとなっております。で、えー、まあ,あ厚生労働省のホームページとかですね、ものものをこう見てみますと、例えばですね、こういったああ。 資料が出てまいりますこれプリントして持ってきておりますが令和5年度からの障害者雇用率の設定等についてということで労働政策審議会障害者雇用分科会というところの資料が出ておりますこれ見てみたいと思います令和5年度からの障害者雇用率は2.7%とするとただしってなってんですねただし 雇,用雇い入れにかかる計画的な対応が可能となるよう令和5年度においては2.3%で据え置き令和6年度から2.5%令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることとするとなっております。えー、こちちらすすなわちででね最新の情報で、えーまあ、抑えたあ といたしましまて4月1日基準でどうなるかというところですけれども、まあ、実際にはこういった国家資格というのはある程度落ち着いてから出されるというケースもありますし、まあ、最新の情報が出されるということもございますが令和5年度においては2.3%で据え置きと書かれておりますので。 まあ、合格の取説の2.3%という数値はここでは訂正をしないでおきますそして現在のです、ね、資料でございますけれどもホームページからご覧いただけるように QR コードもご用意いたしました、はい、以上ですね 合格の取説の使い方というところをご説明させていただきました合格の取説は速習テキストであったり傾向分析であったり過去の問題のデータ過去問をですね定量的に測って定量的に数えてそして制作をしておりますしたいましてよく出るところというのをなるべくこう凝縮して 制作してお是非このでぜひこの取ツとそれからもう一つ必ず過去問題ですね過去問題の2つを繰り返し繰り返し特にあの過去問題繰り返しやっていただけましてやっていただきましてそして出題の癖のようなものをまあ体得していただくことこれが必要かと思います。最後には 本試験場行った時に特殊なちょっと独特の雰囲気にですね飲み込まれてしまわないように、まあ、最初の1問2問でくじけないというようなあのテクニック的なところも、まあ、ご説明させていただきましたけどもぜひですね、えー、もう過去問繰り返し「あこれはこの問題は今まで出てきてないなじゃあちょっと後に回そう」あ「あこれ出てきたぞと」とでも引っかからないように注意しようとかですね そういったところで、えーまあ、皆様の取り組みをしていただきまして学習をしていただきまして、えー、合格をされることを祈念をいたしております。えー、では合格の取説の使い方講座を以上で終了させていただきます。どううもありがとうございました